でもまあこの年になっちゃうね。私なんていくら早く職場に出たって仕方がないわね。もう二度と花を咲かせられるわけじゃなし。お母さんを思いっきり派手に咲かせたんだからもういいじゃない。狂い酒だったわね。でも狂い酒の花ほど綺麗で毒々しいって言うから、やりたい放題やったわ私は。人を殺したんだから後悔しなきゃいけないんだけど、妙な達成感が未だにあってね、頭の中がポッポッて熱くなる。でもつまんない。これからのことを考えると本当につまらない。ユミ、私が外に出られたらあんた優しくしてね。もちろんよお母さん。人殺しの私なんてどこへ行ったって爪はじきにされるに決まってる。優しくしてくれるとしたらあんただけよ。お母さん。だから優しくして、優しくね。私の好きなパリ娘、二人揃えば急いさと角の菓子屋へボンジュール。夜のボーソシエクレール、腰を誰か弾いてる。私はごぼうの種をたくさんまこう。ごぼう茶を作ってあちこちにあげよう。そうね。あなた、サクサクしていい感じよ。野菜を植えるには一番の土よ。
ああ作ってみようというのです。どうなの？細いだろう。見えないくらいね。これを寄り合わせて縦糸も横糸も赤く染めよう。やってみる。弓とは赤い糸で結ばれてる。その証に作らなきゃ。ええ、赤い糸をね。これがあなたの顔。どうかしら。変。変でもないけど、もうごまかせないわね。仕方ないわね。これが神様にもらった自分の顔なんだから。ブス。お母さんブスになった。なんだって？ブス。豚娘にそんなこと言われたくないわね。ブツはよ。でもお母さんの今の顔が好き。ほんと？今の方が私のお母さんみたい。確かにそうでしょうよ。でも私この顔になってなんだか月物が落ちたみたいな感じ。今まではまるで仮面をかぶって生きてたみたいで、なんかバーチャルの世界をさまよってたような。今はなんだか肩の力が抜けちゃったっていうのか。楽になった。その代わりドスンドスンともろ体にぶつかるもんも多いけど、私なんてしょっちゅうそればっかりよ。あんたは仮面のおかげでそういう衝撃を感じないで済んできたんだわ。本当にね。これからは生身で生きていかなきゃいけないんだってつくづく思うわね。セリア、私たちって結局何だったのかしら。私たち？あなたは自分の思うままに私を操ろうとして、私の人生全てを征服しなきゃ気が済まなくって。今は全然ないのよそれが。どうしちゃったのかしら私たち。私も不思議な気がする。どうしてあれほどあんたに執着したのか。きっと私って自分自身がバーチャルだったから、それに代わる生身の自分が欲しかったんだと思う。それが私？つまり私はあなただったってわけ？そうよ。あんたは私だったのよ。私はあなた。あなたは私。私たちの赤い糸はこうして結ばれ直され、またつながったのです。ねえセリア、呼んでいいかしら。なに？豚志村。
姫で死ぬ。されてありのままに生きること、愛さえあればそれは可能なのです。愛とは一本の赤い糸。私は今日もその赤い糸を織り込んで反物に仕上げていくのです。素敵な神経俺も我慢できないよ。全部嘘。ボルボー猫に言われたくないわ。絶対に壊させない、あなたなんかに。幸せの時間11月5日午後1時30分スタート。赤い糸の女は暮らし感じる変えていく P&G と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。